これショートカウンターになりますよ。ナンバから古橋がいます。古橋と追いつけるか池田。古橋はスピードがある。また田中のところです。ハットトリック達成。突き放す岐阜です。決定的な3点目が入りました。今日はこの2人で3点を決めています。田中パウロ11がハットトリックを決めてシーズン4点目です。マイボールでね、はい、絶対失っちゃいけないところでこう狭いところどんどん入っていきましたから、うん、失ったらそれはカウンターになりますよね。岐阜がアメーの愛媛で愛媛を翻弄しています、うん。まあ、ほぼ同じようなシーンですよね。そうですよね。だからそういうところで言うと、はい、じゃあボールをどう失うのか、失ったらどういうふうに守備をするのかっていうところがチームとして徹底されてるかどうかっていうところになると思うんですよね、前のも上がってますし両サイドが高い位置取ってて、はい、最終ラインの後ろのバランスがこれだけ悪ければ、はい、やっぱり